おいしょ、はい、おはようございます。カブくんです。はい、今日はね、そんなには寒くないですよ。なので暖度はちょっと木入れたんですけど、うん、つけてない、火はつけてないですね。うん、そうそう、まあそんな感じ でまた北朝鮮なんか撃ってますね。うん、そうそうそうね、で、うん、でそう、今日からね、まあ、ジュニアグランプリが始まるということなんで、うん、で僕はちょっと今から寝ていくんですけど、まあ、だから僕で言うと、まあ、明日ですよね。うん、そうなので、まあ、その前にですね、うん、でこの話本当しようと思ったんですけど、まあ、昨日、まあ、皆様時間で、昨日僕時間で、今日ねちょっと、まあ、羽生くんの、ね、動画が急遽出たということで、その話を集中してやってきてましたので、まあ、今日はちょっと、うん、これからその、まあ、今のフィギュア界の、選手たちの見てきた感想とかね、女子男子関係なくね、そして試合とかも関係なくちょっと述べていきたいなと思ってます。はい、そうですね、語ってなかった選手って結構いるんですよね。で昨日か一昨日は本田真凜ちゃんの東京選手権のお話をしたかと思うんで、まあ、その他の選手たちについてとかちょっとまとめていきますね。うん、そして、そしたら、明日以降のジュニアグランプリに話がつながっていくのかなと思うので、うん、ジャパンオープンの前にね話していけばいいかなと思いますからね。うん、はい、ではね、ちょっと中部選手権の松池里乃選手についてちょっと話していこうかなと思います。うん、まあ、ちょっとね話したんですけど、ショートフリーともにちゃんとお話はしてませんのでね。うん、はい、まあ、そんな感じで、松池里乃選手についてお話ししていきたいと思います。まずショートプログラム、うん、彼女は今季のショートプログラム、パパ Can you hear me、うん、パパ Can you hear me っていう曲で使ってましたね。うん、このプログラムは昔、かなり昔ですね、奇妙な選手が2005、6年のフリーで使ってた気がしますね。うん、あと村上佳菜子選手が2013、4年だったかな、ね、ソチ五輪シーズンのフリーで使ってた気がしますね。だからまあいわゆる村上佳菜子選手さんがですね、まあね、彼女もやっぱ美保子先生、山田真知子先生で同じとこなんですよね、松池選手と。だから、まあ、そんな感じで、まあ、先輩が使ってた曲の、まあ、アレンジバージョンになるんですけど、まあ、それを今回ねショートプログラムで使ってましたよね。うん、まあ、そんな感じでパパ Can you hear me を使ってたと思います。うん、でまあ、なんか白の衣装だったかなと思いますね。うん、でダブルアクセル、トリプルフリップ、そしてトリプルルッツ、トリプルトーループ、いずれもジャンプ決まったかなと思いますね。うん、はい、ね、フライングキャメルスピンのね後の柔軟性の部分も非常に良かったと思うし、うん、まあ、滑りが本当に素敵だなというふうに思いましたね。うん、でただ最後のスピンでちょっとバランスを崩してしまったんで、まあ、取りこぼしてしまったかなという感じはあるんですけど、まあ、全体的には良かったかなと思います。ただ点数が 64.70 ですので、もしかしたらちょっとジャンプの回転がね、まあ、足りなくなってしまったところがあるかと思うんで、まあ、結構その質が良ければもっと点数が出そうな気がするんで、はい、まあ、64.70 という感じでしたね。はい、うん、まあ、でもこのプログラムいいですね。うん、非常にその何て言うんでしょうかね、こう何て言うのかな、ちょっと切ないというかね、切ない感じがする、うん、プログラムかなという感じがします。はい、でフリースケーティングなんですけど、こちらがね、ガブリエのオーボエを使ってましたね。うん、で前も話したんですけど、この松池選手はね、三原舞ちゃんに少し憧れてるっていう話があったんですけど、ね、まあ、そんな感じで、まあ、今季ガブリエのオーボエをやっていくということで、うん、はい、そうですよね。ただ全然他の選手とは違ったガブリエルのオーボエやってきたかなという感じがありまして、まあ、松池選手のガブリエルのオーボエは、まあ、ファンタジアな世界っていう印象が強いかなと思いますね。ファンタジアな感じが強いかなという感じで、うん、はい、まあ、三原選手がまあ天使な感じなんですけど、松池選手はそうですね、まあ、ファンタジアな感じでまた一風違った感じかなというふうに思います。うん、でそうですね、
まあ、彼女としてはですね、まあ、インタビューにもありましたけど、まあ、結構平和を願うような感じのプログラムになってるんで、まあ、そういった気持ちを込めてやりたいって話してましたね。で、そうですね、まあ、前半のトリプルルッツがちょっとステップアウトをしてしまったんですよね。ただ後半のところトリプルルッツ、トリプルトーループ、ダブルトーループをね、入れてきたりして、ここは非常に頑張ったかなと思います。ただまあ、ちょっとその回転は足りなかったかなっていう感じはするんで、あれですけど、まあ、ダブルアクセルコーになって、あとダブルサルコーになってしまったんですけど、まあ、そこでもしっかりトリプルトーループをつけたりとか、結構覇気が感じられたかなというふうに思いますよね。トリプルループ、ダブルトーループをつけましたんで、まあ、後半にコンビネーションをね、畳みかけてきてるっていう感じかなと思いますので、まあ、後半、基礎点が上がるところで、まあ、しっかりこうコンビネーションにしてくるっていうところが、まあ、割と点数が上がってくるので、まあ、そんな感じで松生選手は今季後半にコンビネーションどんどん入れていくような感じかなと思います。で、山田まちこチームは結構そういうことが昔は多かったですね。浅田舞さんが昔はそういった戦法を使ってましたし、真央ちゃんなんかもそういった戦法を使っていたので、結構やっぱ松井さん後半にやっぱりこうコンビネーションやるのが得意なイメージがあるので、そんな感じで今季はそういった感じでやっていくのかなと思います。で、得点がフリースケーティングは127.93、でしたね。で、まあ、やっぱミスがちょこちょこある中で、まあ、点数が高めについたかなっていう感じはします。で、総合得点が192.63ですので、ミスなくまとめてくれば200点は超えられるかなと思いますし、やっぱりジャンプの質とか演技の質は一つ一つ素晴らしいものがあるかなという感じているので、やっぱり、いい感じのスタートになったんではないかなと僕は思ってます。逆に完璧すぎちゃうと次の試合とか結構怖くなってしまったりするっていうことがあるので、完璧すぎず、かといってダメすぎず、いい収穫を持ちながら、自信を持ちながらね、まとめることができたかな、次に行けることができたかなっていう感じがするので、でも課題もありながらっていう感じだったんで、それでそういった感じと良かったかなっていう感じはします。ただまあ彼女一番印象的だったのは、まあキス&クレーの時に今かなり泣いてましたね。だからまあ何て言うんでしょうかね。まああのでなんかインタビューで話してましたけど、最近全然ジャンプが決まってなかったっていう話をしていたんで、まあ、それはちょっと意外だなっていう感じがしましたね。だから、まあ、結構彼女としては大きなスランプに陥っていたのかなっていう感じで、まあ、それは僕は知らなかったんで、まあ、ちょっと衝撃を受けたっていう感じですね。だからまあそんな中で、まあ、ミスはあったんですけど、まあ、結構練習は毎日泣きながら練習もしていたって話もしてましたんで、まあ、結構辛い中でやっていたのかなっていう感じはします。だからまあそういった意味では自信に少しなりながらも課題があったのかなっていう試合になったかと思うんで、次につながるような試合になったかなと思います。中部選手権についてはこんな感じですね。他の選手見たいんですけど、動画なかったんで、ちょっと、見ることはできなかったですね。で、一気に試合がちょっと変わりまして、今度ネペラ杯の話していきたいと思います。話変わりますよね。ネペラ杯の、男子、ちょっと話していきますね。ラトビアのデニス・バシリエフ選手についてお話ししていきたいと思います。デニス君はショートプログラム、おしゃれな音楽を使っていたかなと思います。この音楽は聞いたことありますね。名前忘れましたけどね。で、最初、まあ、彼は今季はショートプログラムは4回転サルコー入れてますね。ショートって4回転去年やってたっけって感じなんですけど、まあ、今季から4回転サルコーとかショートで入れていくのかなっていう感じですかね。昨シーズンは3回転、3回転と3回転だった気がするんで、まあ、多分今季から4回転をショートにも入れていくっていう感じですかね。で、4回転サルコーやりましたが、転倒ということになりました。で、トリプルアクセルもちょっとステッピングアウトしてますね。で、トリプルルッツ、トリプルトーループもちょっと微妙だった感じだったんで、まあ3つともジャンプがちょっと、
まあ、あまり良くなかったかなっていう印象があると思います。はい、そんな感じで、はい。で、そうですね、それから、まあそうですね、まあ、ステファン色の非常に多いプログラムになったかなっていう感じはしますけど、まだやっぱりこうプログラムもまだ滑り、そうですね、まあ、もっともっと磨いていくのかなっていう感じを残しているかなというふうに感じますね。はい、まあ、フライングシットスピン一番最後やってましたけど、やっぱ顔がやっぱりね、面白いですね。顔がちょっとこんな感じになってて、ね、すごいやっぱ独特なね、スピン持ってるんで、あれがデニス・バシリエ君の、持ち味かなと思います。はい。で、あとは、フリースケーティングは、そうですね、まあ、赤と黒の衣装で、まあ、新世界だったかな、やってましたよね。で、これが、まあ、オーケストラバージョン、オーケストラのプログラムでやってて、まあ、フリーも4回転サルコーやってましたが、多分回転が足りないと思います。で、あとトリプルアクセルは良かったかなと思うんですけど、まあ、そうですね、フライングシットスピンとかもやってましたけど、まあ、比較的フリーの方が良かったのかな。多分そういうふうに思いますね。ただ、まあ、全体的にちょっとまだ磨き上げてない感じはするんで、まあ、これからかなっていう感じはしますかね。そんな感じです。あとは韓国のチャ・ジュンファン選手について話していきますね。チャ・ジュンファン君は、そうですね、ショートプログラムで、マイケル・ジャクソンメドレーを使ってましたね。マイケル・ジャクソンのメドレーを使っていて、まあ、元気のいいプログラムを演じていたかなと思います。まあ、結構雰囲気がね、これまでとはガラッと変えたかなっていう感じですよね。非常にキレキレだったなと思います。で、彼は、まあ、今季ショートプログラムで、まあ、4回転を2つ入れる構成にしてるのかなっていう感じで、まあ、昨シーズンは4回転サルコーとトリプルだった気がするんですよ。なんで、まあ、今季からショートプログラムは、まあ、4回転2つ入れてくる構成になってるのかなっていう感じがしますね。4回転サルコーは、まあ、転倒をしたんですけど、4回転等はコンビネーションでダブルトーループつけてたんで、まあ、そこは非常に良かったかなと思います。で、フリースケーティングでも4回転トーループは決まってますので、まあ、最近4回転トーループの方が、まあ、ちょっと調子いいっていう感じかなとは思いますね。で、チャ・チューファン選手は、4回転サルコーの方が決まっていた感じがしたんで、むしろ4回転トーループは苦手意識があったかと思うんで、むしろ、4回転トーの方が今季は調子がいいのかなっていう感じはしますが、一方で4回転サルコーはショートもフリーもミスしてるんで、ちょっと4回転サルコーがちょっと今季はハマってきていないのかなっていう感じを、受けてます。まあ、そんな感じで。まあでも、ステップシークエンスと格段に上手くなりましたね。ステップも良かったし、スピンも、まあ、今、いつも通り美しいですね。スピンのポジションは本当に綺麗ですね。ドーナツスピンも綺麗だし、レイバックスピンも美しいので、まあ、本当にそういったところは良かったかなと思います。まあ、何はともあれ、ショートもガラッと変わりました。で、フリースケーティングは007の曲を使ってましたね。そうですね。まあ、後半の方トリプルアクセルが1つシングルアクセル抜けてますね。まあ、これが結構もったいないミスだったかなと思います。まあ、あとは最後のコレオシークエンスのところのイナバウアーが本当綺麗でしたね。まあ、彼はイナバウアー本当にすごく美しい選手なんで、まあ、最後のイナバウアーは圧巻だったかなと思います。ただ、もうちょっと疲れてしまったかなっていう感じはあるので、まあ、これからもっと磨いていくのかなっていう感じになるかと思います。まあ、チャ・ジュンファン選手はあんまりこうマイケル・ジャクソンを滑ったりとか、ね、007を滑ったりするイメージじゃないので、まあ、結構そういった意味ではイメチェンをショートもフリーもしてきてるかなという印象が、あります。それからイタリアのですね、今回ネペラ杯優勝した、フランチパーリっていう選手ですね。この選手、力を上げてきてますね。まあ、今回、ショートもフリーも4回転トーループ、4回転サルコー、どちらもですね、成功していると思います。多分回転がギリギリになってしまったりとか、まあ、GO に伸びなかった部分あるかもしれませんけど、ショートもフリー、4回転と4回転サルコー、2つともね、入ったって結構大きいと思いますよ。まあ、その負荷のところでちょこちょこミスはあったかなと思うんですけど、まあ、ショートはほぼノーミスで、フリースケーティングも
まあ、トリプルルッツシングルトーになった以外は、他のとこは、まあ、トリプルフリップ、トリプルサルコーをなんとか決めたりとかしてましたんで、まあ、ちょこちょこちっちゃいビスとかトリプルアクセル、トリプルトーもステッピングアウトしてますけど、まあ、結構調子を、力上げてきてるのかなっていう感じしますよ。フランジパーリーね。昨シーズンはここまで良くなかった気がしますね。だから、まあ、結構強く力上げてきてる選手になるのかなっていうところで、楽しみかなと思います。で、得点も総合得点244.57点持ってきてるんで、そうですね、だから結構いいかなっていう感じは、してますね。はい、そう、まあ、こんな感じかな。はい、そうですね、まあ、僕が見てきたのは、あとね、マイベデニス・メイデっていうフランスの選手見てきましたけど、この選手もね、久しぶりに出ましたけどもね、ただ、ジャンプがほとんどうまくいってないですね。トリプルルッツも転倒したりとかして、まあ、トリプルフリップも失敗してますんで、まあ、真っ黒の衣装で相当出てきましたけど、ちょっとね、精彩を欠いてしまったかなっていう感じが、あるかと思います。はい。それから、イザボー・レビト選手ね、見てきたんですけど、彼女はね、まあ、ショートもクリーンもいずれもちょっとね、精彩を欠いている感じはあるんですが、やっぱ美しいですね。非常にやっぱり、滑りは美しいと思うので、フリースケーティングは僕は昨シーズン使ってたボーカルバージョンの、マイスウィート&テンダービーストのボーカルバージョンを使ってるんで、まあ、それも非常に楽しみですし、良かったし、やっぱこうね、まあ、ただやっぱりちょっとやっぱジャンプの回転がちょっと足りなかった部分は結構あるのかなっていう感じがあったんで、まあ、点数がまあちょっと伸び悩んでしまったかなっていうところがあるかと思うんですけど、まあ、本当に、まあ、これからね、力を上げていけば、もっと高い点数が出るかと思うんで、まあ、気になる選手にはなってきますよね。今、アメリカで一番その強いのがレビトになってくるんで、まあ、だからちょっと、まあ、力を徐々に今季上げてくればね、楽しみかなと思います。ショートは単語帳の曲使ってましたけど、ショートめちゃくちゃ好きですね。そう、だからまあ、まあ、いずれも、まあ、ジャンプがまだしっかりはまってきていない感じもするんで、まあ、3回転3回転もルッツループも多分回転が足りないと思うんですよね。なので、まあ、そこら辺もしっかりこうやって回転が足りてくると恐ろしい選手になってくると思うんで、今後に期待かなと思います。はい。そんな感じかな。はい。なので、これでとりあえず僕がこれまで見てきた選手のお話は以上になるので、明日以降ね、ちょっとグランプリジュニアの方をちょっと見ていきたいと思います。はい。ではね、ありがとうございました。バイバーイ。